時刻は午後6時を回りました。2015年8月2日日曜日、イブニングアベニュースタートです。はい、FM 小座お聞きの皆さん、こんばんは。この時間は JOZZ0ASFM 日曜日最後から3番目の生放送、イブニングアベニューをリスナーのラジオネーム中野町の和樹さんこと玉木和樹がお送りいたします。もちろんこの番組でもメッセージを募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp です。ファックスは 098-934-8653 098-934-HELLOKOZA までお送りください。またユーストリームとツイキャスでも映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。コメントもお待ちしております。また放送終了後には YouTube にも、動画が掲載されますので、見逃した聞き逃した方でもお楽しみいただけます。それでは早速沖縄本島地方ですね、今夜明日のお天気確認しておきましょう。気象台のホームページによりますと、沖縄本島地方では2日夜の初め頃まで落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また3日にかけて満潮の時間帯を中心に、潮位が高くなる見込みだということです。海岸や河口付近の低地では、浸水や冠水に注意してください。との情報が入ってきております。今夜の天気ですけども、北東の風、後東の風で曇り、夜に、晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うとのことです。波は1メートルということで、今夜の降水確率は 30% となっております。また明日3日の天気ですけども、南東の風、後東の風で晴れ、波は1メートルとのことです。降水確率は午前0時から午前6時までが 10%、 午前6時から12時にかけてが 20%、正午から、午後6時にかけてが 30% で、午後6時から夜までが、10% となっております。那覇の、明日朝の予想最低気温ですが27度、日中の最高気温は32度に上るという、見込みがされております。今日はですね、沖縄市のこの、コザ周辺では午後1時半頃ですかね、スコールみたいな強い雨がざっと降りまして、コザ中学校の運動場では今日お昼3時半頃からかな、コザエイサー祭りというものがありまして、ちょっと開催が心配だったんですけども、 FM コザのリスナーさんのツイートを見てみますと、なんとか無事開催されているようで、はい、良かったかなと思います。さてこの時間の道路の状況も確認しておきましょう。高速道路、沖縄自動車道ですけども、特に目立った渋滞混雑はありませんが、下りですね、許田インターチェンジ付近では、
工事が行われているということなので、まあ、注意して通行してください。一般道路、国道330号線、こちら中部商業前のあたりですかね、那覇向けの、道路で一部、渋滞している区間があります。また、西海岸国道58号線は浦添の牧港ぐすくま、交差点にかけてですね、両方向とも渋滞している区間があるとの情報が入ってきております。FM 小座があります中央、沖縄市中央パークアベニューの国道330号線、ちょっと日曜夕方にしては普段よりも交通量多いですけども、今のところスムーズに車が流れております。この後も安全運転でお過ごしください。時刻は午後6時7分を回っております。それではスポーツの話題いくつかお伝えしてまいります。まずはサッカー J3 から、今日行われた第24節の結果、途中経過をお伝えしてまいりましょう。まず午後3時キックオフのゲーム、盛岡対山口は山口が1対0で、勝っております。福島対鳥取は1対0で福島が勝利。藤枝対長野は2対1で藤枝が長野を下しております。午後4時のゲームでは秋田対 J アンダー選抜が、試合を行いまして、スコアレスドロー0対0で90分を終えております。午後6時キックオフのゲーム、先ほど始まったばっかりのゲームがですね、町田対富山と、FC 琉球対 YSCC 横浜、この2試合いずれも、まだ得点の動きなどはありません。さあ今日は FC 琉球がホームに YSCC 横浜を迎えて、沖縄県総合運動公園陸上競技場でナイトゲームを行っております。あ、 YSCC 横浜、あのエルサムにオサマ選手がリザーブで入ってるんですね。はい、さて続いてゴルフの話題ですけども、女子ゴルフの国内ツアー、大東建託イーヘアネットレディースは最終日、山梨県の鳴沢ゴルフクラブで行われました。首位で出た原英莉奈はが、3バーディー2ボギーで回り、通算9アンダーで7年ぶりとなるツアー通算2勝目を挙げて、賞金1440万円を獲得したとのことです。1打差の2位にイ・ボミ、アン・ソンジュの、韓国勢が入りまして、沖縄出身で江南高校2年生のアマチュアの荒垣日菜選手は、5アンダーで 7位となり、アマチュア初の3週連続トップ10入りを果たしたとのいうことです。
続いてバスケットの話題に行きましょう。来年の秋にスタートする男子バスケットボールの新リーグの、チームの振り分けがありまして、でそのリーグの一部に、琉球ゴールデンキングスが入りました。その他 NBL 勢からはリンク栃木、千葉、トヨタ自動車東京、東芝神奈川、愛新三河、三菱電機名古屋が入りました。 BJ リーグ勢からは秋田、仙台、浜松東三河、京都、大阪、そして先ほども話しましたが琉球ゴールデンキングスは、この新しいリーグの一部に入ったということになりました。そして2部は、トヨタ通商、青森、福島、奈良、高松が入りました。3部には大塚商会、トヨタ合成、愛信 AW が入っております。その他のチームについては8月29日に発表があるということです。続いてハンドボール、日本ハンドボールリーグ琉球コラソンの、日程が早くも発表されております。沖縄でのホームゲーム開催の予定だけお伝えしておきますと、今年の11月21日土曜日と22日日曜日に浦添市民体育館で2日連続で試合があります。北陸電力とトヨタ車体とのカードが組まれておりまして、で来年の2月11日に県立武道館でトヨタ合成と、2月13日土曜日には沖縄市体育館でトヨタ暴食九州との対戦が組まれております。そして3月13日に日曜日が県立武道館で涌永製薬との、ホームでの最終戦というカードになっております。続いてデンマークのコペンハーゲンで行われておりますリオデジャネイロのオリンピック予選を兼ねましたアーチェリーの世界選手権、こちらおとといの記事なんですけども、30日にコペンハーゲンでリカーブの男子個人の決勝トーナメントが行われまして、古川隆治が3回戦でドイツの選手を6対4で破りベスト16に入りました。そのため4大会連続のオリンピック代表を決めたということです。男子では古川選手、そして女子は団体でそのベスト8内に入ったということで、団体と個人の3枠が確定したということになるそうです。スポーツまで最後に世界水泳、ロシア火山で行われておりますけども、現地1日のゲームについてお伝えしておきましょう。女子の3メートル飛び板飛び込みでは、中国のですねシー・ティンマオ選手が、優勝しました。銀メダルには同じく中国のヘズ、カシという、日本語読みにするとそういう選手が、銀メダルに入りまして、3位にイタリアのターニャ・カニョット選手が入りました。この競技残り2種目ですけども、通算で中国が、メダル数では、トップを走ってまして、今のところ金メダル8つ、銀メダルが3つ、銅メダル2つだということです。続いてオープンウォータースイミングは男子25キロが行われました。優勝はイタリアのシモーネ・ルフィニ、銀メダルにアメリカのアレックス・メイヤー、銅メダルにはイタリアのマッテオ・フルラン選手が入りました。女子の25キロはブラジルのアナ・マルセラ・クナ選手が優勝、銀メダルにハンガリーのアンナ・オラス、銅メダルにはドイツのアンゲラ・モイラ選手が入ったとのことです。水球はグループリーグが終わりまして、それぞれのグループの首位がですねクロアチア、ギリシャ、ハンガリー、セルビアと決まりました。こちらの4チームは、決勝トーナメント1回戦は
お休みで準々決勝以降からの出場ということになります。その他決勝トーナメントを決めたのがカナダ、ブラジル、アメリカ、イタリア、カザフスタン、南アフリカ、オーストラリア、モンテネグロとなっております。日本は13位から16位の順位決定戦に回ることになりました。一方女子は決勝トーナメント1回戦が行われました。ギリシャ対カナダが8対5ギリシャが勝ちました。アメリカ対ハンガリーは12対7でアメリカの勝利。オランダ対カザフスタンは21対1でオランダが圧勝。中国対ブラジルは10対8で中国が勝利しました。日本は15位16位決定戦に回ることになりました。世界水泳も後半に入って競泳などが始まりますけども、またハイダイビングという、飛び込み競技がありまして、これは男子は27メートル女子は20メートルの高さから、飛び込むということで、なかなかスリルのある競技が、この後も見られるということです。スポーツの話題をお伝えしました。イブニングアベニューは、各社の提供でお送りしております。それでは一旦 CM です。FM 小座からイブニングアベニュー生放送でお送りしております。時刻は6時18分になっております。さてゲストのコーナーですが、今日はこの方に来ていただきました。どうぞ。皆さんこんにちは、石光です。はい、本日は歌手の石光さんに、来ていただきました。はい、イブニングアベニューの第2回の時に来ていただきまして、今回で出演が2回目ということで、はい、今日はゲストというより、ゲストパーソナリティという形でですね、ちょっと残りの時間を石光さんに。大丈夫なんですかねこれは。やってみましょう。というのも2年ぐらい前ですかね、はい、石光さんが、ツイキャスをしておりまして、それが、夜型人間でしたか。やってましたね。というものがありまして、私も何回か、お邪魔させていただいたことがあるんですけど、ありがとうございます。コメントでですけども来てましたね。その時、石光さんは FM 講座スタッフ のめぐみかんさんと一緒にねツイキャスをしてた。そうですね。面白い話があるんですけども、というわけでラジオもできるだろうということで勝手に私がお願いしました、はい、というわけで、石光さん、あとはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでね、まず自己紹介をね、
私ですね、沖縄市から来ております、25歳の石子と申します。よろしくお願いします。なんて言うんだろうシンガーソングライターやってるんですけども、まあ今日はシンガーソングライターという枠関係なく、そんなこと関係なしにね、ちょっとねおしゃべりしていこうかなって思っています。そうですね、早速コメントの方来ておりますので、ツイキャスの方にコメント来ております。山口あと兵庫県民さん、はじめまして、沖縄より暑い兵庫県です。ああそうですよね、暑いですよね、あっちはもう。沖縄はね、今32度32度ぐらいですよね。で確か兵庫県って言ったら多分33とか4とか多分もっと行ってる場所があったと思うんですけども、いやね、私もですね、神奈川県、横浜市にちょっとね、専門学校時代に、一人暮らしをしてたんですよ。その時にね、まあ、夏、やっぱりね、いろんなところ、ディズニーランドとか行ってたりしてたんですけども、なんですか、あの暑さは。なんだろう。いやね、びっくりするね。沖縄の人からしたら30、34、5、6度まで行ってたね。6まで行ってましたね。いやー、あの中をね、電車がね、各駅停車とかでもダイヤをね調整するために駅で止まるんですよ。まあ沖縄の人はわからないんで、ちょっとこれを説明しないといけないんですけども、ダイヤを調整するために止まって、でそしたら止まってる間に乗客が乗り降りする可能性があるんで開けとくんですよ、ドアを。でそしたら開けたままだと、これ沖縄の人またこれもわからないかもしれないんですけども、熱気がねもう外から入ってきて、で電車の空気が全部外に逃げていくんですよ、冷気がね。まあこれ沖縄の言い方からしたらもうクーラーが逃げるっていうね、もう内地の人からしたらね、もう何言ってるんだろうって、クーラー取り付けてるものだろうってなったりするんですけども、もうクーラー逃げるっていう風ね、そういう言い方するんですけどもね。いやあれはこれ満員電車の時大変でしたよ、ほんと。なんでこんな暑い時にさ、スーツとか着てからさ、暑苦しいおじさんたちがさ、もうぎゅうぎゅう詰めに入ってきてからね、もう、なんで俺愚痴言ってんだろう。ゲストで来て早速愚痴るってなかなかないんじゃないですかね。来ております。コメント来ております。山口あと兵庫県県民さん、ありがとうございます。兵庫県では40度近くまで上がったようです。群馬県です。群馬県では40度近くまで上がったようです。やる気失います。神戸は34度です。うわあ、やってらんないよね。ここまで来たら40度はね、34度でも沖縄の人もう機能しないですからね。34度超えたらもう全機能停止します。もうね、もうビールぐらいかな動くのはその時ぐらいだね。その時ぐらいですね。もう40度、はあ、いやだねこっちは涼しいですよ
みんなね、沖縄、そしたらね、来たらいいよ。来たらいいよ。沖縄市はね、こっち、FM 小沢ですね、沖縄市、中央パークアベニューのところにあるんですけども、まあ、周り、海がないっちゃないわけですよ。まあ、近くに、嘉手納基地もありますし、ちょっと近くに行けば普天間基地もありますし、そういうところにあるんですけども、ねえ、それでなんか、熱がこもってたりするとね、たまーに熱がこもってたりするんですけども、嫌ですねー。窓を開けても暑い。もう、嫌だね、これは。コメントの方来ております。山口、また、あと、兵庫県民さん、ありがとうございます。沖縄か、北海道に逃げたい。いや、今の時期ね、北海道より沖縄の方が涼しいらしいですよ。なんか聞いた話によるとね。なんか、北海道で結構日焼けしてる人が多かったり、聞いてたりするんですけどもね。間違った情報だったら、後で、私の方にクレームください。FM 小座には送らないでくださいね。私の方に全部 受け付けておりますので そうですね。沖縄か北海道に逃げて。まあ確かにね、気持ちはわからなくもない。ほんと。いやーね、横浜行った時もね、毎日沖縄に帰りたいと思ってました。飛行機に乗って、羽田空港に着くわけですよ。もうその時、羽田空港に着いたその瞬間から帰りたいってもう思ってましたね。もうそれぐらいね、もう沖縄恋しい私なんですけども。また早速ツイキャスコメント来ております。沖縄大好きさん、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは、石子です。沖縄大好きさん、ありがとうございます。そうですね、はい。こちらですね、ツイキャスもユーストリームも、配信しておりますけども、番組へのね、メールアドレスもこちら受け付けておりますので、こちらの方にお願いします。761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp によろしくお願いします。 そうですね。今から、今ちょっと聞き始めたっていう人だったら、ちょっとおってなるんですけども、沖縄大好きさんがね、おお、石子さんって言って、来ておりますね。そうなんですよ。和樹さんが、今日はね、ちょっとね、疲れたって言って、やってらんねえって言って。まあ、そんな、そんな口は悪くないんですけどもね。そんな感じで、やっております。愛鳥和樹さんいますよ、ちゃんと。なので、メールアドレス、さっき言った通りね、送っててください。よろしくお願いします。山口、兵庫県民さん。メッセージ来ております。生まれ育った場所がいいですよね。そうですよね。もうね、なんとい、なん、誰が何と言おうと、沖縄、私たちにとってはもう沖縄は生まれ育った町、もうふるさとですからね。内地の人からしたらただの観光スポットかもしれないですけど、私にとってはもう生まれ故郷ですから、これは。そうですね。そろそろ曲に行きますか。ただカンペを今読みました。ただカンペを読みました。そろそろ曲の方行きたいと思うんですけども。そうですね。私の、処方箋という、
CD アルバム、自主制作 CD アルバムがあるんですけども、そちらの方から1曲目の収録曲になっております。では聴いてください。石子で野良猫。じゃあ歌います。歌います。野良猫。ワン、ツー、スリー。やっぱあるって、うわすごい、でもちょっと高いかもしれないね。線が出てる。多分、あれですよね。新幹線とか。うん。多分、そういう長旅のところじゃないですかね。
そうですね。じゃあ、あの番組を開けた時にイブニング・アミの特別版のということと石子さんがやってるよって自分で紹介してもらってそしたら自分がメール入ってるよってあの邪魔する邪魔とかそういうのが入って乱入してくるので、はい、まあワイン付き2000円あもう一つですか、ね、ワイン悔しい飲めないんだよ自分苦手でじゃあもうワインが好きな人欲しいかなあ ワインあれですよ自分居酒屋行ってで吐きたくなるんじゃないですか吐きたくなった時にワイン一杯飲むとあの一口でこうやってひどいで吐いて吐いて一旦リフレッシュしてあ、OK です CM 開けますはい、イブニングアベニュー放送しております石子です、よろしくお願いします。 FM 小座から。はい、石子さんメールが早速届いておりますので、はい、こちらで紹介しますね。はい、はい、お、ヨギシコジャパンさんからです。はい、ありがとうございます。パンツまでぐしょぐしょ、夏場の農薬巻きは大変だ、あと2時間くらいで終わるな暗くなる前に終わらそうというメールが来ております。あ、そうですね、もうなんかジメジメしてますね今日。なんか、うん、なんかジメジメしてて、さっきねなんか大雨、はいはいはい、でしたね、降ってましたね。なんか あの時、はい、外出たくねーって思ったんですけども、まあ、こっちに用事があったんでね、うん、ね、来ました、ありがとうございます、まあ、FM 小座今ですね上空は曇り空ではあるんですけども雨などは降っていないですね、うん、そうですね、路面も乾いておりますし、うん、はい、なんかカラッとした夕方になっていきそうな、うん、感じですけども、感じで、ただちょっと外で作業される方まだちょっとね暑さが残ってるかもしれないので気をつけて、はい、作業していただきたいですね。そうですね、もう水分補給はねしっかりしないと、うん、水分補給塩分補給はしっかりしないとね。はい、続いて、ラジオネーム沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。和樹さん、石子さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。はい、さて今日のテーマは、あ、どうもすいませんでしたと謝りぶつかった相手が看板だった話ではなくてテーマフリー違うか、こんな感じでボケを出すのでよろしくお願いいたします今日は午後から大雨でしたが沖縄市の方はどうでしょうか。うん、今日は仕事もお休みで、自宅でゆっくりしながら聞いています。では最後まで放送ちばりをと来てます。ありがとうございます。はい沖縄大好きさんはあのこのイブニングアベニューの前の時間帯のガクラジという番組にもですね結構、はい、あの聞いていただいてまた足を運んでいただいたりしてるんですけども、お、そうです、いつもこうなんだろう、勝手にメールテーマを設定してボケをするんですねいやぶつかった相手が看板だった話いやこれはね、仕方がないですよ。仕方がない、仕方がないですよ。私もありますから。え、あるんですかそんなことは。あの小学校の頃なんですけどね、はい、小学校の頃にあの 下向きながら歩いてたんですよ、歩いて帰ってたんですよ。したら電柱にぶつかりました一人であ誰も見てなかったんで余計に恥ずかしかったですね。恥ずかしいですね。もうしかもあの斜めになってる電柱があるんですよ、斜めに生えてるみたいな感じの。斜め、あ、なんか45度ぐらいの角度で生えてるよう、生えてるような感じの。あの細いやつですか。細いやつじゃなくて、あのこの電柱を支える電柱みたいな感じであるんですよ、家の近くに。そこにね、なんか気づかずにそのまんま歩いていったら、
ぶつかってしまった足元の方からおーおーってなってる。いや気をつけて前を向いてねあのスマホで FM 講座の、ね、ツイキャスやらユースト見るのもいいんですけども、うん、ちゃんとやっぱり、ね、歩くときは前を向きながら。そう、私も それを機会に、まあ、ちゃんと前を向いて歩かないといけないなって思って下向いて、はい、というわけで残り15分放送、石子さんよろしくお願いいたします。ああ、わかりました。ツイキャスにもコメント届いています。どんどん紹介してください。はい、ありがとうございます。ツイキャスコメント来ておりますのでありがとうございます。ちょっとコメントの方読んでいきたいと思いますよ。そうですね、あのさっき CM 入る前にあの兵庫県のリスナーさん、山口アット兵庫県民さん来ておりました。コメント来ております。兵庫県お越しください、神戸牛食べに行きたいですね。これはね、行きたい行きたい。ステーキ弁当ありますよ。駅弁って、駅弁です。ステーキ弁当、駅弁です。ステーキ弁当、羨ましい。いいな、いいな、いいな。あの後で送ってくださいそう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 、あの生活の足しにしますのでお願いしますはい、沖縄大好きさん来ております。ただいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりしててください。山口アット兵庫県民さん、ワイン付きで2000円からん2000円から、そう、うわー、2000円でワインもついちゃうの、いいなー。送ってくださいこれも送ってくださいそうね、赤ワインのミニボトルにステーキとご飯付きです。あ、いいね。ステーキはあれですか、サーロインですかね、霜降りのサーロインですかね。いいですね。送ってきてください私の方に送ってきてくださいありがとうございますはい、沖縄大好きすぎさんありがとうございます。お、ヨギシコジャパンさんって来てあります。あ、これは読まなくてよかったかなあ、沖縄大好きさん来ております。今日の雨強かったり弱かったり、那覇先まで大雨でした。もうね、なんかね、一気にザーって降ってきましたね。なんか内地の方ではね、ゲリラ豪雨ってなんか言われてたりしてるんですけども、こっちゲリラが当たり前ですからねゲリラ的に降るのがこっちはもう当たり前ですから。もうね、雨の匂いとかありますよね。なんか雨の降る前の匂いとか、わからないですかね、なんかありますよね。なんかそれでなんかいきなり強い突風の冷たい風が吹き始めると、なんか外にいる人はもうすぐに避難して、したら雨がザーって、そうそうそう、そういうね、なんか気候条件も違えば、うん、そういうことになるんですよまたコメント来ております。沖縄大好きさん、テーマボケ常に考えるけどたまにネタ切れしそうにいや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 、またコメント来ております。テーマボケしたのに話が盛り上がりとはテーマボケしたのに話が盛り上がるとはいやいやいや、こっちはね、
結構必死だよこのあのね送られてきたねテーマ、まあこれはもうありがたいことですよ。ありがたいこと、数少ない、数少ないって言ったらダメだね結構ね、こういうのってね大事ですよ。うん、いいですよ、こういうなんかラジオリスナーがねちゃんとね私たちの盾になってるっていう感じがいいですねいいですよ、これうん、そういう風に、うん、今日だけはそういう風に捉えてください明日からまた違いますのでお願いします。沖縄大好きさん、前を向いて歩こうってそうだね、なんかね、うん、下向いても雨だしね、あれだしね、上向いてばっかりだったらね、まあまたぶつかるしね、前見ないといけないそうだよね、そう山口あと兵庫県民さん、よそ見現金で、よそ見現金、わかりましたステーキが霜降りかサーロインかは来てから確かめてください。あ、送ってくるんですね、そういうことじゃない、あ、違うか、あ、送ってきてくださいいやね、多分ね、いつか本当にね兵庫県私行くと思いますよ、いつか行くと思います。あのね、甲子園球場行きたいんですよね、まだ行ったことないんですよ、野球好きなのにね、兵庫県甲子園球場あるんですけどもね、行ったことがなくて行ってみたいな、お金貯めます山口あと兵庫県民さん、今石子さんが一番食べたい本土の食べ物ありますか。本土の食べ物、一番食べたいもの、そうですね、あのね、横浜にさっきいたっていう話をしたんですけども、その時にですね、崎陽軒のシューマイ弁当、これ売られてるのを見てたんですけども、食べてないんですよ。そもそもね、中華料理そんなに好きじゃなかったっていうのもあるんですけども、今となっては食べとけばよかったなって思ってね、崎陽軒のシューマイ弁当、わかりますかね、結構有名ですかね、これは有名でもない多分有名だと思いますよ有名だと思います、はい、そうですよ。沖縄大好きさん、ありがとうございます。あ、わかりましたって、返事のコメント来ましたね。あ、わかりました、こちらもわかりました、はい、了解です山口あと兵庫県民さん、甲子園球場まで自宅から30分、あー、いいなー、30分、いいなー、いいなぁ、本当に、これは。羨ましすぎる。山口、あと兵庫県民さん。崎陽軒のシューマイは有名。有名と来ております。あのね、崎陽軒のシューマイ、なんかね、並んでたりしてますよ。横浜駅でなんか見てたんですけども、特に作りたてはね、作りたて運びたてのやつはなんかね並んでたりしてますね。いやー、いいね。じゃあその横浜に思いを馳せながら
次の曲流しましょうか。次の曲もですね、私の曲なんですけども、処方箋という CD アルバムに収録されております。そうですね、何もね曲順決めてないんで今決めるんですけども、そうですね、そうですね、どの曲を流すかは、そうですね、じゃあ一番最後の曲でもうね、テンパってますよ、結構テンパってるので皆さんお力添えください。処方箋より、私の CD アルバム処方箋から来ております。最後の曲です。風。いつもマスクして寝てるのに、なぜか今日はだるいんだ。寒気もするから布団にくるまって体温計で測ります。喉がイガイガしてしまって、声も裏返ってしまって、そんな時はお薬飲んで休むのが一番。ああ風邪をひいたんだ、ああ風邪をひいたんだ、ああ風邪をひいたんだ。家で一人寝転がって携帯いじりながらお休み、とても暇なんだけど仕方ないさ、仕方ない。喉がイガイガしてしまって、声も裏返ってしまって、そんな時はお薬飲んで休むのが一番。ああ風邪をひいたんだ、ああ風邪をひいたんだ。はい、お送りしてまいりました、イブリングアベニュー、特別ゲストパーソナリティ、私石子でした。いろいろとね、手探りしながら放送してまいりましたけどもね、いやね、皆さん温かいコメント、ツイキャスの方もユーストリームの方もありがとうございます。ツイキャスもありがとうございます。メールの方もね、ありがとうございます。本当に皆さんに助けられながら生きております。そんなね、私の今出てる、FM 小沢ですね、この後、夜7時からはですね、子供の島キラキラ、夜8時からは SP シーガという番組が始まるそうなので、ぜひね、この後も FM 小沢をね聞きながらゆっくりしててください。はい、というわけでお聞きいただきました、今日は石光さんの、ゲストパーソナリティということで、はい、番組進めてまいりましたけども、何か今後の活動について告知などを載せたツイッターとかフェイスブックとかありますか？あ、そうですね、私ホームページもありまして、ツイッターもやっております。ツイッター石光人見知り沖縄で検索したら、なんか
芋みたいな感じのアイコンのやつが出てくるので、そちらの方検索お願いします。ホームページはですね、石子ホームページで検索していただけると一番上にヒットすると思うので、そちらの方でいろんなの見ていってください。よろしくお願いします。はい、ポッドキャストとかもいろいろやったりしてるんですか？やってますね。ポッドキャスト、石子ポッドキャストっていうのもやってます。そっちの方にもね、いろいろとチェックしていってください。全部チェックしててください。とりあえずホームページの方に全部載せているので、チェックよろしくお願いします。石子です。はい、あともう時間少ないんですけど、何か今後直近のライブなどとかありますか？そうですね、何もありません。なのでください、なんか頑張りますので。というか、 Twitter、Facebook、ブログなどで今後の活躍チェックしていただきましょうね。そうですね、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。売れますはい、イブニングアベニュー、本日のゲストパーソナリティは石子さんでした。ありがとうございました。リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。